長沼ダム。長沼ダムは、宮城県富市にある、一級河川、北上川水系の天然湖、長沼に建設されたダムである。2014年、平成26年5月竣工。同年12月1日より、命名権を取得した、パシフィックコンサルタンツ、東京都が、東ダムに設定した、愛称、パシフィックコンサルタンツ、長沼ダムが、優先的に利用されている。 宮城県土木部の施行による県営ダムであり、自然港をダム化する例としては過去最大規模の事業である。堤高が15.3メートルあり、アースダムとしては総貯水容量と淡水面積、ダム湖の面積で日本一の規模を誇る。波佐間川下流部の治水目的のほか、長沼のボート競技の円滑な運営を図るための レクリエーション目的を有する補助多目的ダムである。レクリエーション目的を持つダムとしては、東日本唯一である。長沼は、北上川の旧流路である旧北上川に注ぐ。河川では、江江川に次ぐ、大河川である波間川の支流として扱われる、天然湖である。この付近には、長沼をはじめ東北地方最大の白鳥平市で、ある、伊豆沼や内沼、 株栗沼といった故障があり、消火線を通じて、挟ま川に合流している。ダムは、長沼の北端に建設され、同水路を通じて、挟ま川に通じる形となっている。ダムの名称も、この長沼から取られている。なお、所在地は当初、留郡挟ま町であったが、平成の大合併によって、現在は、留市となっている。1947年。 昭和22年のカスリーン台風や1948年、昭和23年のアイオン台風で北上川流域は深刻な被害を受けた。これを機に北上川水系は広域的な治水計画が検討されるようになった。波佐間川流域は戦前の河川改修によって逆に水害が増幅したという経緯があり、これを解消するために多目的ダムによる治水が 求められ、上流に花山ダム、挟間川や、栗駒ダム、三挟間川が、宮県によって計画された。だが、北上川上流部、岩手県やエア川の治水との整合性を図る、必要性。さらには、当時喫緊の課題であった、管外整備と電源開発の早期整備も同時に求められ、水系一貫開発の必要性が生じた。1950年。 昭和25年に国土総合開発法が施行され、北上川水系は同法に基づく総合開発特定地域に指定され1954年、昭和29年には北上特定地域総合開発計画として上流、下流を位置した河川総合開発事業計画が樹立された。この中で、浅間川については、花山、栗駒両ダムによる治水、 利水事業が行われ、第一次挟ま川総合開発事業として、それぞれ1957年、昭和32年961年、昭和36年に完成させた。しかし、挟ま川下流部は、地形的な理由から、洪水の際には、北上川の下水が逆流しやすく、その上、伊豆沼や長沼の増水によって、低地の農地や家屋が浸水する。 内氾濫による被害が多かった。これを解消させるには、上流部でのダム建設に加え、遊水地の建設と自然湖である、伊豆沼、長沼、カブクリ沼の活用が必要になった。このことから、遊水地として、長間川に、南八地遊水地、カブクリ沼に、カブクリ沼遊水地を建設して、洪水を貯留するほか、伊豆沼と長沼を洪水調節地として利用する。 計画が立案された。そこで1971年、昭和46年より、第二次波間川総合開発事業が策定され、この中で、長沼のダム化が正式に決定された。これが、長沼ダムである。なお伊豆沼も当初は、ダム化を行う予定であったが、ダム建設の適地がないことから、ダム案を断念し、刈谷水門と飯戸井水門という二つの水門による、 連携操作で伊豆沼に洪水を貯留する方を採用した。だが、長沼ダムの建設に伴い長沼の水位が上昇することで周辺の民家140戸が水没、さらに自然港をダム化することで環境への影響が多大であるという理由から地元の反対運動は激しいのがあった。1975年、昭和50年に、 事業の着手はされたものの反対運動の激化で、計画の進捗は遅延していった。1982年、昭和57年水源地域対策特別措置法の、法球上指定ダムに認定で補償に対する、国庫補助が重上げされたことから次第に補償交渉は、進展、最終的に妥結した。対策として、旧波間城、ふるさと地区に、ンブダムを建設するほか、 滝沢地区と梅ヶ岡地区には調整地と副堤防を設けて洪水による水位上昇時に湖水が流入しない対策を行う北海道地区の農地をかさげして浸水が起きない方策を取った。さらに全長2 7キロメートルの湖州道路を整備し地域の生活道路として利用することも事業として実施した。これら周辺整備を行いダム本体の工事に着手。 現在は本体盛り立て工事を実施しており2012年、平成24年に完成、運用される予定である。ダムの形式は、アースダムで、左岸に四門の水門、長沼水門を要する。高さは15.3メートルと、河川法、河川管理施設構造令に定義されたダムの高さを、わずかに超えているが、完成すれば淡水面積と総貯水容量では、 日本最大のアースダムとなる。目的は、洪水調節、不特定利水、そして全国、約2700ダムの中で、未起のダムしか有していないレクリエイオンが目的になっている。洪水調節については、通常のダムとは異なる、洪水調節方式をとっている。普通、ダムが洪水を調節するときは、上流から流入する洪水を貯水池に溜め込み、 下流の流量を計画に定められた少ない流量に抑えるのが一般的である。しかし長沼ダムの場合は下流のハサ間川の洪水を長沼に引き込み溜め込むことで洪水調節を図ろうとしている。すなわち、ハサ間川に越流堤を設けて洪水時には腰流包みから自然に下水が流れ出すようにする。そして流れ出した洪水は 全長2 7キロメートルの導水路を通じて、長沼ダムに併設された、長沼水を通じ、長沼へ流入させる。流入後は、長沼水門を閉じ、波佐間川の水位が低下した時点で水門を開いて、洪水を放流し、波佐間川導流堤に併設された沢原水門で、波佐間川に放流する。また、波佐間川を挟んで対岸には、南八自由水池があり、 それぞれ毎秒600トンと毎秒300トンの洪水を調節する。こうして、長沼ダムは、南八遊水地や波間川上流ダム群、花山ダム、栗駒ダム、荒沢ダム、小田ダムと連携して、止め地域の治水を図ろうとしているのである。不特定離水については、従来長沼に依存していた止め種の農地2000ヘクタールに、対して、 環境入利県分の農業用水を補給するほか、宅地化の進展で水質汚濁が著しい長沼川に一定の水量を供給することで河川の正常な流量を維持し、水質改善を図ることを目的としている。長沼ダムは計画当初は洪水調節と不特定利水を目的とした地水ダムであったが、1992年、平成4年より、 補助多目的ダムとして事業が拡大された。その目的は、レクリエーション目的であり、日本においては、兵庫県の石井ダム、石井川、神戸市、向川ダム、向川、宝塚市と長沼ダムの3ダムしか有しない。具体的な目的は、ボート競技を行うための水位確保である。長沼はかねてよりボート競技の適地として利用されて、いたが、1990年、 平成2年に宮城県長沼想定場として整備され、同年8月には宮城県で行われたインターハイにおいてボート競技の場となった。この時に有料な競技場として高く評価され、宮城県教育庁は長沼のボートコースを本格的に整備すべく、従来全長1000メートルであったボートコースを国際 A 級コースの基準ある全長2000メートルに倍増させ、 これを八本整備する計画を立てた。ところが、この計画を実行するにあたり、最大の問題となったのが、長沼の水位であった。ボート競技が盛んに行われるのは夏季であるが、この時期は農業用水の需要が最も多い時期でもあり、長沼の水位は最も低下する。このため十分な水位が確保できず、ボート競技に影響を及ぼす懸念があった。同時期、 ダムを施行していた宮城県土木部は、波佐間川の洪水流入によって、長沼の大佐が進行することへの対策を打ちしており、長沼の固定を春節して、水深を深くすることで十分な大佐容量を確保しようとした。この長沼の春節が、ボート競技での水確保にも有用であることから、1992年より、宮城県土木部と宮城県教育庁の共同事業として、 長沼の春節工事がダム関連事業として着手され、同時に宮城県営長沼想定上ボートコース整備のため、ボート競技に必要な水位確保が正式に長沼ダム建設事業の目的に加えられ、多目的ダムとして事業が拡大された。春節事業は1996年、平成8年に完了しており、ダム完成後は国際競技大会が可能な国内有数の ボートコースとして、長沼は利用されることになる。1999年、平成11年10月には、翌年のシドニーオリンピックのアジア予選を兼ねた第8回、アジアボート選手権が開催された。長沼は、白鳥やカモの平市で有名な伊豆沼に、隣接している。宮城県は、全国の渡り鳥の80%から90%が、 越冬もしくは一時休息する地域であり、特に、伊豆沼とその周辺は極めて多くの渡り鳥が越冬するため、バードウォッチングの最も盛んな場所である。しかし近年の鳥インフルエンザなど伝染病、感染症の電波が懸念されており、宮城県では長沼ダムや花山ダムなど、浅間川流域のダム湖を整備して、越冬地を分散させ、過密化の解消とそれに随伴する。 伝染病の蔓延予防対策を展開している。植物では、長沼は有数のハスの繁殖地であり夏には、長沼ハス祭りも開催される。遊覧船によってハスを間近で観察することもできる。小岸には、オランダ風ザグマがシンボルの長沼フートピア公園もあり、多くの家族連れで賑わう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。